旗の部中ホールのプログラム番号です。プログラム2番、野々池中学校フルートドン重奏。プログラム11番、野々池中学校クラリネット奏重奏。プログラム12番、魚住中学校クラリネット奏重奏。プログラム16番、二見中学校サックス三重奏。プログラム29番、野々池中学校木管四重奏。プログラム30番、朝日中学校木管四重奏。プログラム35番、朝日中学校木管四重奏。続きまして、中学校金管打楽器の部大ホールのプログラム番号になります。プログラム2番、金城中学校打楽器三重奏。プログラム6番、魚住中学校打楽器六重奏。プログラム13番、大野北中学校ホルン四重奏。プログラム15番、大園中学校大中華四重奏。プログラム20番、鬼怒川中学校金管四重奏。プログラム23番、二見中学校金管六重奏。プログラム25番、大住東中学校金管七重奏。プログラム27番、大住東中学校東西七重奏。プログラム28番、高等学校木管弦楽器の部中ホールのプログラム番号になります。プログラム6番、明石北高等学校フルート三重奏。プログラム22番、明石南高等学校サックス三重奏。プログラム23番、明石清水高等学校サックス四重奏。プログラム37番、明石西高等学校木管三重奏。プログラム39番、明石北高等学校木管四重奏。高等学校金管打楽器の部大ホールのプログラム番号9番、明石西高等学校打楽器四重奏。プログラム10番、明石南高等学校打楽器五重奏。プログラム19番、明石城西高等学校大中華四重奏。プログラム31番、明石高等学校金管五重奏。続きまして、一般の部プログラム34番、フルートアンサンブルシンシア、フルート四重奏。
賞。続きまして最優秀賞の発表を行います。まず中学校木管弦楽器の部、中ホールのプログラム番号30番、私、水産学連盟会長と、並びに神戸新聞社長を務めます。